アウトは4号艇の森ひなた、6号艇の原村桃奈で、1番、2番、3番、5番、4番、6番スタートしていきました。ダッシュ勢少しスタート先行というところで、角から5号艇中北が攻め込んでいきました。角まくり観光5号艇の中北です。続いて1番が流れました。4号艇森ひなたまくり差し突き抜けてきましたが、さあ4番、5番のトップ争いです。地元2人での競り合いになりました。インコースが4号艇の森ひなた、外に5号艇の中北亮、スタートは前提正常です。2マーク先頭で返したのは4号艇の森、さあ水準差になるでしょうか、デビュー初勝利となるかどうかという。4番森がトップ、5走出走回数153走目での初勝利へと向かって最終ターンマークを迎えていきます。まくり差しトップ4番森、追走はやはり地元です、5号艇中北、その後3号艇武藤、4号3の体型で3連単を打つ 544.0 倍を示しています。第1レース予選、先頭4番森初一着のゴールイン。嬉しいデビュー初勝利が上がりました、はい、今の率直なお気持ちいかがですか。そうですね、今回地元戦だったんで絶対水準差を上げたいと思ってたので嬉しかったです。スタートはいかがだったんでしょうか。なんか特訓の時と風が変わったのでちょっと怖かったんですけど、はい、届いてなかったんでそのまま行こうとは思ってました、はい、まくり出した感触としてはいかがだったんですか。そうですね、ターンマークだけをとりあえず見て誘って、うん、は考えてたので、うん、で届いたので、うん、ちょっとなんか緊張したっていう緊張したんですね、はい、緊張してました、うん、回った時、はい、ここまで走ってくる中ではターン周りはどんな感触で来てるんですか、はい、足合わせとかしてもちょっと足が弱いって感じてたので、はい、ちょっとずつ先輩とかにちょっと相談しながらペラ叩いたら、うん、だんだん乗りやすさも来て良くなったと思います。そしてこの水神祭の思い、誰にまず届けたいですか。そうですね、師匠の宮本夏樹さんにまずは報告したいです。そして今後の目標はどうですか。そうですね、やっぱりもっと連に絡んでたくさん名前を覚えてもらえるように頑張りたいです。では最後に明日以降に向けてファンの皆様に一言お願いいたします。はい、最終日までチャンスがあったら、諦めない走りをして連に絡みたいと思います。応援よろしくお願いします。地元だったし先輩方に祝ってもらえたことが一番嬉しいです。改めて今後の目標伺いますか。これからもたくさん一着とか連に絡めるように頑張ります。